意外とうまそうでしょ頼むって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 マジで <laughs> はあはあ <laughs> <laughs> 危ねえ返した <laughs> 危ねえ寄りに迷ってなんて人がいねえ街にたどり着くんだよ <laughs> やがんねえ OK <laughs> <laughs> <ケ> <laughs> 冒険を始めますか 人がほぼいない過疎町だったんだよな。これはまた冒険ですね。廃村が近くにあって、近くに栄えてる町があるとは思えないんだよな。ということは、とりあえず南下か東の方に行くかの選択があるでしょう。でも南下すると結局、ホーリーの敷地があるから、俺は今回東に行くわ。ノーザンコースト。うーん。敵か しべれるわこんにちは。何か言おうか。カニバルハンター嘘ついたらなんか襲われるとかありそうだからな。わかった。カニバルハンターみたいなのが助けてくれんだこれ。まあ、こういう人たちがいるのを覚えておこう。こういう人たちに手を借りたらカニバルを一掃できるかもしんないしな。それで俺も経験値稼ぎができるかもしんない。 今日は長尾家のやつが連れては女神のような曲線で見たことのないスベスにした肌のやつさ何か言ってるなどういう街だこれ苗木のバンシーの話を聞いたことがあるかいやどんな話だ腐った首の皮で下着を作るらしいよしでは望みを叶えてやるよその獣を一緒に探しに行こう はははすげえ簡単に仲間になったんだけど。おお弱いただで仲間をいただいた。ありがてえいやでもありがたいよ、ありがたいよ。なんだやぶ農業する人ムキムキなんだな。こいつも強い打たれずやさ10だリブズ !5500 キャットでしょ もらえようお前をもらう雇いますリブさんいらっしゃい女の子なんだこれ。リブちゃん。<laughs> リブちゃんの能力見てみましょう。じゃーんすげえす、ね、すげえなバランス型だわ戦闘はこいつに任せよういいねマンパワーが一気に手に入ったわ。嬉しいねー。 始まりましたランニングのお時間ですてかプラダのイベントちょっとやばかった <laughs> 招待してもらったはいいんだけどまだ俺の領域じゃなかった <laughs> 多分日本でもトップクラスのパーティーだと思われ北村匠海そこら辺歩いてるしスカイハイいるし松田龍平さんいるし長野芽いちゃんだっけ普通にいるし 芸能人だらけあったね、マジで。モデルの子とかもバーッといて。で、今、厚底が流行ってるから、女性とかでも身長190とかあるし、クラブイベントみたいなそのブースがあったんだけど、<laughs> 背伸びしても見えないの初めてだったわ。ブースが見えなかった。みんな背が高くて。で、あの、俺がインスタに上げた写真わかるこれ、これ。この写真。ここの写真が、 芸能人しか写真撮っちゃいけないブースなんだよね。めっちゃ芸能人のふりして撮ってきた。<laughs> なんか、芸能人が列をなしてるのよ <laughs>。みんな芸能人がここで写真を撮ってくの。ボディーガードみたいな人がこうやって <laughs> チェックとかしてるわけ。俺だけその <laughs> 列にプッて参入して <laughs>、もう虚偽らない絶対に虚偽らんぞと思って。芸能人のふりして。モデルの方のお手伝いしてくれる人がいたんだけど、 なんかその人はさ、そのモデル関係の内情が分かってるから行きづらそうにしてたけど、俺逆に分からんから行きましょう行きましょうっつって。いやバレんバレん芸能人のふりしてたら,だら、だからボディーガードの人分かってないから行きましょうっつって。どっかのモデルなんかなっていう雰囲気を醸し出すのに全てをぶっぱした。目とかも若干死んでる感じ。まあ撮っとくかな。みんな撮っとるし。の雰囲気。 照明とかもそのブースだけ4つぐらいあってプロのカメラマンさんとか3つとかいてで他のメディアの人たちもそのなんていうのそこに立って芸能人がだったら周りから撮るわけよパシャ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 みたいな <laughs> で俺もそこに <laughs> 入って <laughs> 誰だと思いながらみんな撮ってたと思うこいつ誰なんだろうでみんなプラダの服着てくんだよねしかもプラダのパーティーだからで俺バルトルームのイージーで行ったからね <laughs> イージーだからさ、ラストの T シャツだから、なんかこのちっちゃいなんか裸のおっさんが何人か立ってるし、ここにちょんちょんちょんって。<laughs> 裸のおっさんが立ってる T シャツで行ってきたわ。で、バカほど顔かっこつけて写真撮ってきた。みんなバチバチ逃げてたよ。そんなか俺ら一人だけ、一人だけイージー。レッツゴー

危ねえマジで危ねえちょっとカニバルハンター探しに行ってみるか。太陽を組んでるのがどっかにいたはず。うわー来たー友達がカニバルに捕まったって嘘ついてみようかな。ほ、はい。そういうことなんだね。やってみるか。ちょっと一応夜終わっちゃうけど。せっかくあったし。いやいや、あんたの友達を助けに行こう。

今回は人数があるから、俺たちもどんどん戦ってこい。経験値上がってくれよー結構体力削られても問題ないぐらい、今回優勢な戦いができるはず。強くねえ、強くねえおーすげええ、全員乗したこれやるなー強いね、君たち。やはり。リムちゃんいいよリムちゃん触れ触れ、船れ剣をたくさん振れ 何 ?86 って。なんかさ、味方のさ、クロスボウがさ、俺に当たってねえかってカニバルが90、80何ものダメージを出さず泣くねえ、これ味方に当たるのクロスボウ痛いけど普通に。これはまずいな。まずいな。お前だよ。お前めちゃめちゃまずいって。 おお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 めっちゃ来てるじゃねえか。セットが足やってるな。ええ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 ユウヤ。わあマジかよ。ちょっと待って。ちょっと待って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 。こんな連戦になるのかすげえな。ありがとうホプスのことを味方が回復してくれてる。ユウヤどこ行った。 あ、ゆうやも回復してくれたのかここから離れよう。ちょっとここから離れよう。ここはやばすぎる。これ周りに敵く、ここ来んのかな起き出して、いやでも、起き、ちょっと起き出してもここら辺でやってくれるよな。ということは、ここで寝れる。お前らここで門番しろ。この判断。この英断。 うわっしめっちゃ来てるめっちゃ来てるめっちゃ来てるわめちゃめちゃ来てるわダメだダメだダメだ危ねえ危ねえよし、帰ろう早めに気づけてよかったよし、みんな帰るぞ大丈夫大丈夫。そのための筋トレだからな。逃げまーすじゃあなー兵隊さんたち助けて戦えってバッカおっけおっけおっけけけ、よかった。危ねえ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 。あんたじゃあな。あんた頼んだぞ。あとは。 ああ、捕まっ、あっあやばい。これはやばい。リブチャとセットが捕まったなぁ。えー、ゆうやは逃げようゆうや逃げよう <laughs> あとで迎え行こうよ。なあこんな敵来るんだあこれなんだこれ何これ何,これ,何これなんか判定はあちげは寝てるんじゃねえや持ってかれてるんだなんか移動してんだと思ったら。セットどこに持ってかれてるんだでもセットは、 体力を回復したら別に、あれだからね、脱獄自分でできるからね、フィッキング90%で超高確率でできると思うし、どうしたえええ,えちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。残酷すぎる、それは。それは残酷すぎる。嘘だろ おいやめろって昏睡状態なんだよ気象言ってそれは何をしてんのこれ一人でお前はやめてくれおい嘘だろ意識、ええごめんリム、ごめんなあーいえそのままはあ、殺されはあ 生かされれないのこれ嘘だろやーばーやーばーいや、もう連れてかれたらオアなの、これ嘘マジかあまり、あれ甘いだったか、俺。あー素直に帰ればよかったなマジで残酷な死に方させちゃったなあんな殺され方すんのかよ。 <laughs> あーもうちょっと猶予があるもんだと思ってた。ゲームだからこれ。カニバルだからなんかさ、少しずつ少しずつ痛めつけれるもんだと思うじゃん。あんなボコボコにしなくてもよろしかて。剣士を舐めてた俺は、こんなに剣士をしてるのに俺はなんでまだ剣士を舐めてるんだカニバってくれりゃよかったのに、もはや。カニバってもくれなかったな。カニバレ。 だかからなんか段階を踏んでくれると思った俺このゲームがそしたら最初殺してから切るのね